新潟の魅力の一つ、スキースノーボード観光。今年はコロナ禍で迎える3度目のスノーシーズンです。観光地の一つ妙高高原は、海外から訪れた多くの外国人客でにぎわっていました。3年ぶりに湧くインバウンド需要の復活、妙高の今を掘り下げます。今気になる話題をさまざまな形で掘り下げるアップデート、はい、今日のテーマはこちらです。にぎわい戻るインバウンド需要の復活です。外国人観光客の来訪でにぎわいが戻ってきた妙高赤倉の今を取材しました。こんにちは。こんにちは。 Very good. Excellent snow. Having great time.妙高市赤倉観光リゾートスキー場、この日は駐車場が満車になるほどの盛況ぶり。ゲレンデでは多くの外国人観光客がスキー・スノーボードを楽しんでいました。かつて一冬7万人の外国人客が訪れていた妙高市、おととしと去年は新型コロナウイルスの影響で1割以下まで落ち込みました。しかし去年秋、空港の水際対策が緩和されると海外からの予約が急増し、この冬は外国人客がコロナ禍前の8割程度まで回復しているといいます。 We're from Brisbane, Australia. Yes. We are going to stay 10 days. Yes. Where are you from?North Dakota, USA. It is really wonderful here. Beautiful everywhere, and we're having a great time. Come back to Japan. What do you think about that? When I was last in Japan was February 2020, which is when COVID was just starting to take off. So... We missed it, but missed it's good it, we could finally come back. Happy to be back. Happy. インバウンド需要復活の兆しに、地元の人たちは胸をなで下ろしていました。前2年というのはですね、非常にスキー場にとっては厳しい状況が続いてました。赤倉のですね、やはり街中にも海外のお客様多く戻ってきましたので、宿泊施設、それから飲食店、等々ですね、やっぱり地元の経済の活性化になるんではないかと思っております。温泉街の宿泊施設では、ちょっと暗い感じで老けたっていう顔してたのが、ちょっと明るい感じで若返ったんですよ。赤倉温泉のアルプ妙高で働く津久井幸男さん、妙高市ににぎわいが戻るのを待っていました。聞いていただければ分かりますように、満室です。今日でほとんどがもう外国の方ですね。外国の方ですね。この方13本でリピーターです。朝食会場を見渡すと、すべて外国人。オーストラリアや香港、台湾などから訪れたスキー客です。そのためこのホテルでは、英語を話す外国人スタッフを新たに6人雇ったといいます。いい正月で嫌な思いがいっぺんに吹き飛ぶような感じですね。はい、もっとこれから増えてると思います。今もどんどん弱くなってきています。一方こちらはオーストラリア人との共同経営の宿、生きがいロッジです。外国人観光客の姿は戻ってきてはいますが、完全復活には大きな壁があるといいます。待ちに待ったオーストラリアの人たちが来ているのは間違いないですね。ただしですね、旅行会社各社が航空運賃っていうんですか、あまりにも上げたんで、こんな高いチケットは買えないなというお客さんからキャンセルが入りましたね。ですから 100% だったところが、まあ今7割ぐらいですかね。外国人向けに営業している深澤さんのロッジ、しかし海外からの航空運賃が通常の3倍から4倍に跳ね上がり、観光客の大きな壁となっています。うちのここの旅館というかロッジは
たまたまオーストラリアからのお客さんが主なんで、その影響を受けてますよね。それでも陽光が恋しくて深澤さんの元に来たオーストラリア人がいます。この冬3シーズンぶりに陽光に帰ってきたイービーさんです。 How is Japan? Do you like? I love it! I love it! That's why I'm back! I love the food, I love the culture, I love the landscape, like exploring different places. I love being here. I wanted to travel in general during the pandemic, you know, like not just out of our town where I was stuck in lockdown, but out of our country in Australia. So I wanted to go overseas and also wanted to come back to Japan. 少しずつ戻ってきたコロナ禍前の日常。完全復活も間もなくではと深澤さんは話します。コロナさえ悪化しなければね、世界的にまあもう来シーズンには元通りなんじゃないですかね。そういう意味は全然心配してないです。完全にコロナ禍前の状況にはまだ戻っていないとは思うんですけれども、少しずつ外国人観光客が楽しむ街に、ね、戻ってきているっていうのは県民としても嬉しいですね。そうですね。でもいかにやはり外国人の方頼みかってことも分かりましたねそうですね。このスノーシーズンというのは VTR にもありましたけれども、はい、南半球の方々は夏休みのシーズンにも当たるということで楽しみにされている方も多かったと思います。さてその中でですね、心配なのが国際線の航空チケットの高騰というトピックなんですが、はい、今回はオーストラリアの例を見ていきたいと思います。はい、オーストラリアシドニーから東京羽田間の航空運賃を調べてみました。こちら3月1日から8日までの1週間滞在した場合、カンタス航空では147,730円で往復できるということでした、うん。まあ、この時期というのは一般的に、まあ、通常平均的な価格になるということなんですね、はい。では今、うん、観光のハイシーズン、今日1月18日から25日までの1週間だとどれぐらい上がるのかといったところ、松本さん、堀さん、どれぐらい値上がりしていると思いますか？ 2,3 倍って言ってましたね。ハイシーズンだからやっぱ2倍くらいは上がるんじゃないですか？2倍となると、まあ、30万弱ぐらいですかね、うん。実はですね、もっと上がってしまったんです。こちら42万1170円、これ一人ですよ。いわゆる、はい、飛行機代だけ、また宿の料金とか、まあ、移動代は別だわけですよね、はい。単純に航空チケットだけでこれだけ値上がりしてしまったと。日本に来たら50万超えちゃうってことだね。そういうことですね。まあ、この背景には円安でしたり、日本の水際対策の緩和といったところで、観光地として世界的にも日本が今人気になっているということで、この航空チケットも争奪戦が起きているということでした。これはやはり海外からいらっしゃるお客様にとっては辛いところではありますよね。だからまあやっぱり時期をずらすということな、はい、我々もお正月にね、どっか海外とか行こうとするとすごく高いから諦めたりするんですけども、はい、そういうことが今起きているってことですね、外国でもね、はい。さらに妙高赤倉温泉のお土産店スーピネール銀座の方によりますと、実際に外国人観光客は戻ってきたんですが、コロナ禍前に比べるとやはりまだまだ厳しい状況、完全復活にはもう少し時間がかかるのではというふうに話していらっしゃいました。堀さんのおっしゃる通り、インバウンド需要大事ですからね。観光地にとってコロナが早く収束してくれるのを願うばかりです。ここまで今日のアップデートお伝えしました。